実写に近い解剖学をカジュアル化する方法は何か、自分だけの個性が際立つイラストはどう完成するのか、ドローイングが楽しくなるマキアットの秘訣ノートを公開します。こんにちは、イラストレーターのマキアットです。私はゲーム、アニメーション、ウェブ漫画、VTuber など漫画風イラストを活用した作品を数多く手掛けています。自分の絵には個性がなく、どこか物足りないと感じていませんか？多くの方がよく間違えるところだけを集めた実践特化型の間違いノートをご紹介します。ドローイングの基礎から各種イラストの作業ノウハウまで、全てをこの講座に盛り込みました。単に目で見て覚えるのではなく、さまざまな例題を自分で描いてみることで、足りない部分だけ素早く習得するカリキュラムにしました。イラストの主な理論の復習からスキルの習得まで、私と一緒にこなしてみましょう。自分の絵にすぐに応用できるドローイング攻略を今すぐ体験してください。